はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は三島あよなさん、ねの運勢を見てみたいと思います。ネメシスでね、リンリン役をやってね、来ております。広瀬すずさんの後輩ということでね、まあ、これからね、期待が持てる、女優さん、モデルさんだと思いますので、運勢の方を見てみたいと思います。パッと見た瞬間、勝海舟と結婚するんですかとね、いうことでね、もう勝海舟そのものが目の前に出ております。かなりね、もうかなりのパワーでね、かなりのはちゃけさで、幕末をね生き抜いた男、勝海舟。もう怖いもんなしでね、もう自分が正しいと思ったらね、立ち向かっていく、文句も言っていく、でどんな位が高い人にも将軍様にもね、バンバン物を言っていく、ね、そういう姿勢を持った気概のある男性が好みですよと、こういうことね。お父さんがね、そのインド人だっていうことでね、まあ、お父さんからの教わった部分っていうことですよね。お父さん見て、あ、男性とはこういうもんだと、お父さんが勝海舟に見えてたっていうね、いうことですよね。ただ勝海舟って幕臣なんですよね。ここなんですよね、ミソはね。あの、幕臣だからいろいろできたんですよね。神戸海軍総連城ね、あれを任されたとね、幕臣じゃなきゃできなかったよねっていうね、そういうことなんですね。で、勝海舟さんはもう幕末殺されなかったんですよね、誰にも、誰からもね。で、逆にその慶喜、まあ、命乞いというかね、もうせっかくね、もう功績ですよ、その慶喜っていうのはね、もうどうにか慶喜を守るためにね、晩年は奔走したということですよね。ですから、まあ、ある一定の、まあ、幕臣というね、幕臣だけど目の見える幕臣、結構はちゃめちゃやるんだけど、で、まあ、当初慶喜からもね、勝、何やってんだお前は、総連所からもうね、あの、なんか変なやつがたくさん出てんじゃないか、お前どうなってんだみたいな。まあでも慶喜さんも分かっていたわけですよね。そういうこの時代だからもうしょうがねえと。まあだから慶喜も慶喜って頭いい人ですから、それも分かってて、何やってんだって、お前は蟄居だぐらいでね、本当は腹を切れですけど、まあ、蟄居だぐらいでね、まあ役を解かれたぐらいでね、住んでるわけですけど、まあそういったことでね、あのかなり激烈なチャートはね、あの目の前にありますけど、もうまるで勝海舟だなと、暴れ回った勝海舟みたいな、お父さんがこんな感じだったのかみたいな、ね、っていうことは、その女性の場合、その自分が演じる場合、小池さんみたいにね、演じる場合と、あれはそれを男性に投影する、ね、男性、そういう勝海舟みたいな男を連れてきて、そのやってもらうと、ね、そういうことをやってもらうね、まあ、イコールそれはもう男性の好みということになりますからね。勝海舟みたいな人が出てきたらもう結婚するでしょうっていうね、好みでしょうっていうね、ことになります。そしてね、まるで石破茂衆議院議員元幹事長が、女子高生の着ぐるみを着て歩いてるんですかと、ね、いうことですよね。中身石破茂です、ね、かなりで、石破さんってもう正確にものを喋る人なんですよね。だからもう間違いのないように、もう一つずつ噛んで含んでね、一つずつこうね、噛み砕いて、ね、丁寧に説明をする、その正確さ、だから正確さを要するような、決して早口ではないけど正確に物事を伝える、ね、仕事なんかもね、
正確さを要する仕事に向いている、ね、だからモデルの場合どうなんだろうなとか役者の場合どうなんだろうなみたいなね思うわけですね。でしかも用心深い、ね、石破さんからスキャンダル聞いたことありますか？ないですよね、それは用心深いから、ね、そしてね最近ではその自民党からこう結構ね、なんか批判しちゃって安倍政権ちょっと批判しちゃってねちょっと外されてますけどね、なんかねやっぱ正確さを要するとの同時にまあおすぎとピーコと同じですよね。おすぎとピーコちょっと斜めから物を言うみたいな感じでなんか嫌味に受け取られたっていうね嫌味に思われちゃったみたいなところで今ちょっと干されてるっていう部分もありますけどね、まあそうなんだみたいなね、うん、こういう石破さんが着ぐるみ着て女子高生の着ぐるみ着て歩いてるんだみたいなね、そんな感じがします。だからお母さんが石破元茂石破さんみたいなお母さんってことですからねかなり警戒心強い方、ね、だから警戒してないとやられちゃう環境で育っている、ですからもう慎重に慎重に、うん、どっかのアフリカとかどっかの中東かどっかの国で地雷除去のなんか仕事をやってるみたいな感じで日々生活してるみたいなね、ですからかなりねしっかりも育てられたし用心深くも育てられたし、結構大変だったんだなってね、お父さんも大変だしお母さんも大変ね、ただ三島さんのね、まあ一つのまあオアシスね、ほっと一息できるものがあります。それはモデルの仕事ね、まあ恋愛だとかね、もうそこだけはもうのびのびとやらせてもらってると、ですから非常にね、今モデルの仕事だとか、ね、女優の仕事やってて楽しいなと、ね、いうことで家に帰るとちょっとな厳しいけど厳しいお母さん待ってるけど、ね、仕事に出るともう伸び伸びと羽を伸ばして、ね、いるということですよね。ですからね、こんな感じでまあ将来ねアッコにお任せ出るのかなみたいな感じがします警戒心強いとねアッコにお任せ出れるっていうねカッちゃんみたいなねカッちゃんも警戒心強いっていうかね、いろんな人を調べまくってね、大丈夫だろうかみたいなね、いろんなことを知ってるっていう物知りになってまあいろんな人のスキャンダルも調べてきてねアッコさんにこの人こういうスキャンダルありますよみたいなね報告してね、だから朝まで飲むのもそういうねリサーチっていうねことになります。ですからまあそういった資質ね、だからまあまあ調べておかないといけないっていうね環境に育ったとね。で人の出入りもね激しいんですよ。で誰かがこうおせっかいに覗いてきたりとかね覗き見みたいなね感じでね、生活だったりとか、まあそんなことでね、まあ、話聞くと大変だったなっていうね思うんですけどね、そういう生活があったからこそ木を見るに敏っていうね、性格になったということになります。はい、まあとにかくね、これからもね、頑張って、もらいたいと思いますね。ドラマの方もね楽しく拝見させてもらっておりますので、応援していきたいと思います。はい、それではチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。